見えた感じ、なんかやばそうな景色が、うん、また登るのか、すげえ、結構急じゃない、でもさ、滑り落ちるって心配がないだけは、それ何のこと言ってんの、高千穂とか高千穂だけだろそれあれかな、第二展望台、あの目の前のやつっぽいな、あ、え、俺まだ見えてないんだな、おー、あ、おー、うわ、おーおー、すごい、これはすげえ、うわ、本当あの端から端まで見えるじゃん、すごい、おー、え、めっちゃすごいよ、うわー、すごい、すごいね、おー、すげえな、ここいい、絶景すぎるだろ、これすごい、瀬戸橋すげえな、これからあれを渡るんですか、そうだね、キュン、ウィーン、楽しみですねでした。おお。おお。すげえ。
よしまパーキングエリア到着。瀬戸大橋の裏側が見えるよ。さっきは違うね。ねえ、さっきは瀬戸大橋全部見る感じだったけど、上からね、上から、今度は下から。どういうこと？なんかおる。すごい橋に近づいていく。うん。すごいよ。うわあ。橋もすごいし、瀬戸内海もすごいね。瀬戸大橋からチャンネル登録と高評価をよろしく。踊りでした。そういうのさあ、徳島バーガーとちょっと徳島のものみたいですね。あ、阿波踊りの像が。踊り出した。わあ。すごい壁の壁画っていうか。これも全部阿波踊りだ。これですよ、目的地。ビッチバーガーファクトリー、バーガーグランプリ優勝。これよし、来ました。どっちが？いや、君が違う。徳島が、うん、こっちが淡いよ。めっちゃ面白い。はい、あ、バグ、うん、うまっ。なんかね、チキンのカツ、うん、で、タレがすごい染み込んでて、パンもすごいやな。美味しい、さっぱり、あっさりして食べやすい。なるほど。うん、これうまいですね。はい、いただきます。熱い、ラブと、うん、うまい、うまい。ちゃんとね、具一つ一つがね、うん、変な加工されてない。シンプル。肉はちゃんと、たぶん泡が、そのまんまの味ちゃんと出てるし、野菜もすごいですし、パンもなんだけど、結構サクッとしたような食感の、うん、うまい。うん、これも特殊なの。ソウルフード。ソウルフードらしい。フィッシュハウス。
週末まさかのハンバーグ屋さんで食べれる。これも外来たもいただきます。いただきます。いただきます。柔らかい。揚げとって、ってことは全部取る、はい、そういうことですよね。 OK、 意気込みありがとうございました。6回チャレンジ、いや、いけるんじゃない。私の一番最初が一番美味しかった。なんか玉ねぎカツちゃんと串
わかんない、わけわかんない。あ、ちょっとチャンスじゃね。おお、すごいじゃん。確かに四国。鳴門海峡。うん。ちょノーニョンノーライフ、そういうことじゃねえの。アメ玉、マネギスープ、へぇー、絶対やばいね。すごい美味しそうだね。すごい。渦潮見れる。なんで？うん。そんなになってる。ぶつかってんだよね、きっと。すごい海流が激しいんだ。めっちゃ激しいね。ねえ。すごいな。間近で見るとすごい。次回は淡路島周辺、ドラクエの記念碑を訪れたり、美味しすぎるこだわりの牛丼など、まだまだ淡路島を堪能します。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また見てね。